こんにちは、インリビングです。今日はよく質問をいただいていた本棚を紹介していきたいと思います。多分動画で背景になっていたりするので、何が入っているのかなと思っていた方が多いと思うんですけど、中の本も紹介していきたいと思います。この本棚は2ヶ月前くらいにウニポという家具屋さんで購入しました。見た目でも決めたっていう感じなんですけど、ここにこう引っ張り出せる板がついていて、日記とかをここで書いたりしています。本棚だけの机になるみたいなところが気に入って購入しました。本棚って言ってるんですけど、これそもそもは本棚ではなくて、カップボードというキッチンで使う食器棚みたいな名前だったと思います。ここにガラスの扉とかもついていたんですけど、私は本棚として使いたかったので、そのガラスの扉は外して、こういう感じで本とか小物を並べて使っています。まずこの動物の森の攻略本がここに置いてあります。あとはこの私の大好きなアニメの日常の原作っていうんですかね、新井さんの日常。あとは好きな文庫本を置いていたり、カードがいくつかありますね。ありがとうカード。あとはその下はモノボノ。これは去年がこうすごくハマって、最初は Kindle で読んでたんですけど、本を全部買って読むようになりました。ここでインディビマグ。あとはこれコーナーを後にしようかな。ここに写真集がまとめて入っています。写真集、好きな写真集って自分の癖がなんかバレてしまうような感じがして恥ずかしいんですけど、この例えば有名なところだと、このゆきさんのガーディンシリーズ、この辺は好きな人も多いんじゃないでしょうか。私も好きです。あとは私の原点とも言える知ってる人いるかな、あと岸田さんのビビー。こういう風な本をいつか自分でも作れたらいいなって思っています。これも大好きなんですよ、ビビベビー。こんな風な女の子になりたいと思っている時期がありました。足立さん、今はこういう大人の女性になりたいなと思っています。一番下はボノボノの続きが入っています。はい、本棚の上はこんな感じで小物が置いてあります。まずこれは、グリーンネックレスという多肉植物です。カ
エルちゃんがおります。そしてでは亀と象とトリケラトプスかなが対面しているところです。これはガラスの花瓶、使っていないものをここに並べています。ここはまず亀と、このカゴの中にはこういうメモリーカードとかですね、カメラの小さいもの、関係のものを入れています。あ、ここにはペン立てが置いてあります。これは日記を書いたりメモを取ったりする用のペンです。このペン立てはフライングタイガーで購入しました。はい、あとこれ、このおひつみたいな入れ物の中にはごちゃごちゃなんですけど、メジャーとかセロハンテープとかそういうよく使うものを入れています。この入れ物は IKEA で購入しました。はい、あと下の段を紹介したいと思います。こういう感じで3つ引き出しがあって、こっちに大きいこう収納があります。引き出しから紹介していきます。1段目は今全然入ってないんですけど、普段はここに iPad とかを収納しています。あと今日記出しちゃってるんですけど、日記もここに、手帳もここにしまっています。2段目、ここはごちゃごちゃとガジェットが収納してあります。本当は多分機材ってこんな風に入れちゃいけないと思うんですけど、防湿庫とかに入れるべきなんだと思うんですけど、このごちゃごちゃな感じが結構好きで、こんな感じになっています。次、はい、ここは昔の手帳とかを入れています。歴代の、日記とか手帳とかそういうものを入れています。これは昔のハードディスク。思い出が詰まっています。はい、あとこっち側は結構大きい収納になっていて、2段に分けています。これも自分でこう棚の高さを変えられます。ここは立てられない雑誌とかを入れています。あ、この本棚にしている部分、ここもこう穴が、あ、ここはないここ穴がこうポツポツ開いていて、自分の好きなところに板を移動して高さを変えられるようになっています。すごくおすすめです。今ここにあるのはこれだけなんですけど、好きな本とか写真集とかは他にもあって、でも手に入らないものとかもあるので、全てではないんですけど、いつかどうにか集めて本棚をいっぱいにしていきたいなと思っています。はい、ということで今回は本棚の紹介でした。あまり説明が上手に
言えなかったところもあると思うんですけど、このここに置いてある本とかは向き先という私たちがやっているブログに詳しく書いてあるものもあるので、よかったら概要欄から飛んで見てみてください。とお腹が空いたので今からおやつを食べたいと思います。それでは。